はい。始まりました。始まりましたね。あれとモチベションが低い,い。<laughs> 第四十九回。四十九回。五十行きそうやん。五十行くね。行くな。<laughs> うん。まあもう一年次一年やもんな。えそうなの？多分。いつ始めたか覚えてないんだよな、ね。多分。 俺も覚えてない <laughs>、うん。8月だってっていう八8月やったなーっていううっすらの記憶はあるけど、うん。何日やったっけっていう初投稿。18とかそんなんやったと思うけどな。まあか、過去の動画見たら。まあな、秒でわかるけどさ。うん、調べりゃすぐ出てくる <laughs>、まあ。<laughs> 別に <laughs>。それな。<laughs> そうや、ね、いやーさー、さあ。はい、飲しょ もう変な夢ばっか見てさ。おぉ、何あのー、まず、おととい、昨日か。おとといや。はいはいはい。なんか知らんけどさ。はい。競馬と協定で負け続ける夢見てんな。<laughs> あれやん、お前の未来や、それ。<laughs> 俺、かけ事とはしないって決めてるから。<ー>あれやねんけど。 娘のせいというかおかげというか、うん、ちょっと競馬は何やろう普通に前までは見もできんかってんけど、うん、何がおもろいねんってなってたから、うん、最近は見れるようになってきてんだだからなんか前ほどの,あのつまんねえみたいな感情がないからさ、うん ままあ、まあ、あのやってたらたまに大きい G1 のレースとか見たりしててんけど、はい、あの日曜のなんもない時間に、うん、<laughs> やってるよな、なんかな、うん、いうあの昼間というか3時ぐらいというかやってねだからやねんけど、うん、まあだからちょっとかけたいかけてみようかなみたいな気持ちも。うん 芽生え始めた頃に夢で負けまくるもんやから。いや、ワンチャン分からん、ビギナーズラックって言葉ありやんか。これはでももう、こんだけ夢で負けまくってしまったらやるなという暗示やろと思って。いやいや、夢って逆やんか。逆なんかな逆、なんかありやん、言葉がありやんか。分からんけど。でも俺、夢でさ、両膝ついてたで。 いやだ,からだから、そう、夢は逆やから、いやとはだからワンチャンビギナーズラックっていうのがあって、んんなんでお前進めてんの当るんちゃうのなんでお前かけるのにかけさせようとしてんのその未来が見てみたい。<laughs> <laughs> 一言やと思って。両人ついてるあなたが見てみたい。いやほんま、夢であんまり両人つかんやろって。 見てみたいな前の夢なんかひどかったからな何なぜかゆずのオーディションを受けて落ちるっていう謎の夢ゆずのオーディションは何どういうことどこポジションなの <laughs> やめたんかなそれに関してはほんまにわからん俺別に歌手になりたい欲なんか全くないのにさ <laughs> 歌も得意じゃないしさ <laughs>。うん <laughs> なのにさ <laughs>。あれやギター弾いてるからあの、あの人のポジションじゃん。いや始めたてやったよ。うん、いや、始めたてやったど1年ぐらい経つや <laughs> あの。あの人らはどっちも吹くやん。わん <laughs> ないこれに関してはマジでわからんかった。夢がファンタジーやな。夢がファンタジーでもない。やろややそういった夢見ないわ俺あんまり。 いや、俺も見んかったよ。いやそう。うん。いや、でも、夢って覚えてる覚えしない。うん、だろう,うん、ね。でも、俺、おかしすぎてさ。<laughs> ここ最近の夢が <laughs>。<laughs> 今までそんな覚えてなかったけどさ。うん。なんか、の、なんか、起きた時に残っててさ。おお、うん。あるよね、その時ある。なんか、暗示とか言うやん。うん、でも、そんな、真剣人間やからさ。うん。 あでも占いとか死にそうじゃん、ね、俺意外に意外に繊細じゃないそういうところって自分が振りかかったらめっちゃ信じちゃうかもしれんけど、うん、あのテレ,ビテレビ見ててさ、うん、あの当たってるってなるのがさ、うん、俺はテレビやからやっと思ってる人やからあなたこういう人間ですよねみたいなうん まあ、あのー、テレビやからまあ、新編調者や聴や、調査とかさ、うん、まあ、いくらでもできるやんって思っちゃうのよ。うん、あれどうかほんまのとこどうか知らんけど、うん、だからテレビ見ててあんますげえとかはならんけど、うん、やからこそあの自分の身に直接それが降りかかったらめっちゃ信じると思う。 信じちゃうと思うな。うんだろうね。なんか当てられたら、目の前で。うん、目の前でマジなこと言われたら、多分もう、そら。つぼっちゃうパターンだね。あー、そうね。うん。水かっちゃうかもしれない買わんけどな、俺。わかんないよ、わかんないよ。<laughs> この水買ったらとか、つぼったらどうのこうのってやついるじゃん。いやー、それはもっとや持いそこまで行くんじゃない。やそこまで行くんじゃない。 いや、ね、<laughs> 大阪人でもでもありやん,れん財布固い。財布の日もの紐たいもんいや。そういうところは信じちゃうタイプ多い,多いイメージやねん。マルチ商法とかそうそうそう。でも俺、持ちかけられたことあるけど、そこはないよ。そこはまだ信じないだからだけやったと思うだけやで。あ<ー>、うん、まあな。なんか危ない話になりそうやから、細かくは言わんけど、そういう話。いい いやでもこんだけ情報ありふれてたらさすがにってあるぐらいでもいやでもねそれでも引っかかるからな、ね、引っかかるかな、うんうん、なんかなうん世の中進化してるからね自分,自分が信じ自分がいや俺はやらんよってやつほど俺みたいなやつが一,か一番引っかかるんやろうなでもうん絶対そうやと思うで、ね、いや坂も俺がアじゃないでもどっちかというと 別にそこはないかな俺ない、うん、変えるってこと何がえー、もうじゃあツボ持ちかけられたらどうすんの俺なんかもうネタに走っちゃう絶対どういうことあのー、何だって俺なんかさ、うん、そういったしあのー、まあ一人暮らした時にさはいはい あのもう宗教じゃないんだけどもう宗教絡みの人が来てさ宗教はなあ,あ,あ訪問肛なんか来て,来てさ、うん、まあまあまあ来たよ来たよっていう感じじゃんはいはいもう、まあ、家に入れないわけじゃん普通の人だったらまあね俺普通に家入れてさえっマジでわざとわざと引っかかったふりをしてうんっていう遊んじゃうんや遊んじゃうタイプ まあそれ一番殺されるタイプじゃん。<laughs> だよね。多分そうだよ。殺さあの漫画やったら殺されてんで。遊んでる遊ぶじゃん。石島くんとかいたら殺されてんじゃん。うんあのねうんそうだね。ん <laughs> 遊んじゃうタイプなんだよ。でも俺も一回普通にバイトしたら何か悩み事ありませんかっていう来たけどな。働いてんのに。働いてる時。 やばね。バイトしてる時、大学の時。それもそあれやったんやろな。落ち込んでて、なんかもうしにかったんやろな。大学生に見え、ただ、あの、フリーターに見られたんか。近いけど。の、なんか、下手にあれやったで、ようく。なんか、おばちゃんと綺麗な人やったで。なん、なんか、あの、ほんまにそうなんや。いや。女で、あの、きれな美人で釣れると思われたやろ。あいや、大体がそうなんや。大体そうやな。 だからじゃあ腹,腹の立つ <laughs> しかもめっちゃ美人とかじゃなくてまあまあ美人かな,な一目惚れする <laughs>、まあ、タイプによるかそれは人のわっ、まあ、ちゃんこの人で一目惚れやっていうあれやからそ,っかでもそこまでブサイクなやついないよなまあなあう何でなんやろうなしろやっぱ受付窓,窓口なんかなあれが なんか、なんか、その言うバイトのあれ高そうやけど怖いよな。うん。うん。まあまあ、<laughs> やるか。オープニング特に結構、多分やばい集団とかにアンチコメされそうなんだけど、<laughs> そこまででっかいあれじゃないから <laughs> 大丈夫よ。はい。て、はい、なわけで、カニカマとチャーム次第49回やっていきましょう。はい、スタートです。 はい、49回。49回。どう何がオリンピック見てるうん、興味ない。全く見てないでも。うん、全く見てないよね。全く見てないよ。なんかニュースとかで、はい、あ金メダル取りました、銀メダル取りましたっていう情報が入ってくるだけで、見てない。うん、なんか、柔道とか俺、そり強いやろって思っちゃうねんけど。 <laughs> おい家芸だろうあれってああい柔道ようあんな日本寄りな競技、うん、オリンピックにあれされてるなあっていう、うん、だって他の格闘技ないやんないのだってムエタイとかなくないあでもボクシングあるのかボクシングあるボクシングがあるって見たでええーまあ、エタイはちょっと絶えすぎるかうん絶え寄りだねりだでもそれやったら柔道もだいぶ日本やけどなあまあまあまあね うーんなんか、そこ、まあ、不思議やな。なんでなんやろっていう。体格差的にはさ、日本人よりさ、バイパイこの方が大きいんじゃないのやっぱり技術なんじゃう。ああ、そこは技術なんだ。うん。わからんけど、うん、まあ、日本の国技やしな。うんあ、でも俺、ソフトボールはなんか感動したな。 なんか、うん、ニュースで見たわ。<laughs> 懐かしの上の由紀子投手。<laughs> あれもうな40前やねんな。そう、懐かしいと思ってさ。うん、なんか、なんか、うれしかったわ。<laughs> <で>北京の時は俺、<laughs> かっこいいと思ってたもん。そうそう。で、あれ、北京以来やったらしいね、ソフトボールが。そう,そうそうそう。オリンピック。ああな。うんうん、で、なんかすげえ。で、最後、また一回。うん 決勝1回マウンド降ってまた最,最後7回7回が多分最後やから7回で藤登板してなんかっ言っていっててうわーかっけえって思ってその7回の表にホームランボールをアメリカの選手がキャッチしてさ、うん、なんかそれで流れ乗ってやばいやんみたいな。うん これは逆転されんちゃんと見ながら思っててけどさ。見てたんや、ちゃんと。見て,見てた、見てた。え。だって、ね、夜テレビつけたらオリンピックばっかやもん。そうね、やってね。うん、で、他の曲ももう諦めて、そんな大した番組やらへんや、うんまあ、ね <laughs> うん。だから、まあ、ほまあ、ソフトボール見てて。うん、でお、これやばいなと思ったらもう上の投手よう。うん。 あけーと思って見てた。<laughs> <laughs> あのー、初心者の質あの、疑問一つ言っていいソフトボールに。ソフトボールについて。うん。うん、あの投げ方なんなん。ウィンドミールってやつやろ。あ、投げづらくない。でもあれ、平等ちゃ平等やん。そうなん。みんなだって、みんなあの投げ方、だって野球やったらさ。うん、なんか、サイドスローとか、アンダースローとかあるやん。うん。うん もうソフトボールはあれなんじゃない確かになんであれなんかバッティングセンターのあれみたいやなのの。あとさ、<laughs> なんで半端なんやろあ、確かにな。痛いようなあれだったら。なんでなんやろねなあ。スライディングどうせへん先生のかなでも靴下めっちゃ長い。サッカーぐらい長い。長い長い長い。へぇ、えー。うん、長かったと思う。確かにユニクロの靴下でやらへんやろ。すまん。<laughs> に <laughs> そこ<も>ん <laughs> 見ててなんかあで、オリンピックでしか見えへん競技も、まあ、柔道とかもそうか。柔道とかルール全くわからんし、<あ>ホッケーとかもルール全くわからんかったから、うん、とりあえずひ昼の間だけぼーっと見てたけど、うんうん、もうホッケーに関してはキーパー異常に熱そうやねあ、そうな もうなんかもう何やろ戦争行くのぐらいのたぶんあのな痛い,か痛いやろからな痛いやろな言ったらエアホッケーあのゲ世のやつエアホッケーのあの円盤みたいなのが飛んでくんねやろ、うん、顔にそうそう痛いやあれ俺一回でも顔に来たら怖いけどなまあ、キャッチャーミットのあれみたいなかぶってるけどなマスクうん <laughs> なんなか いろんな競技あんねんなと思った俺あれやわ。俺、のオリンピックのバスケの3-4-3。ああ。あれね、めちゃくちゃおもろい。わかる。展開めっちゃ早いよなめ。めちゃくちゃ早い。めっちゃ早いよな、わかるわ。うん、見やすいよない。見やすい。ほんまにや。やってる方しんどいやろなと思うけど。うん、うん、めちゃくちゃ早いしな。ま、文字通り目まぐるしい、うん、なんか、あの、展開というか。 そう,そうそうそう。選手、誰一人分からんけどな。分からん、ねでもね日本。日本選手な、ね、あの外国人をってさ、え、これ日本選手なんやと思いながら思、<laughs> まあ、国籍取ったやろ。こ国、なんかそこうでもバス普通のバスケの方もそんなんあるよな。うん、なんかあるよね。うん、というか分かんないわ、いいところ。あれとか出てんの八村塁とかいや。出ないだろ。出てないか、野球みたいなもんか、大谷翔平でへんみたいなもん。3-4-3、うん、は多分、3-4-3選手のああいう、 じゃなあのバスケの中から行くんじゃなくて普通に3リ3あんねんなあるんじゃないの代表選考会とかあったんかなあるんだろうね多分。なるほどね俺が得意っていうやつがいるんじゃなそれ出たら大物出たらやばいだろうまな勝てないわまあなあとあれ スケボーとか金メダル取ったんやろ、日本の人が。へえ。ー。スケボーとかあれやろ、たぶん、冬のオリンピックのあのスノボーとあんま変わらんやろ。そうなんわからん。適 <laughs> 当なこと言った。<laughs> <や>ああ、そっか。<laughs> ああ、でもサッカーですよ。あなたのツイート見たらサッカーばっかりだもんね。ああ、あれはいやー。 ま、女子はなんか負けるべきして負けた感あるからあんまり言うことないねんけど、うん、普通にあこれ勝てんわって思ったけど、うん、男子がね、うん、<laughs> まあ久保建英参戦連発して予選リーグで、うん、ーやっぱスターやなーと思って、うん、で昨日、まあ、土曜日、うん、そのベスイト8の ニュージーランド戦見てて、うん、まあ、勝てるやろうと思ってて。うん、でも、なぜか、点取らなあかんのに、最後のほうな。なんか、まあ、ニュージーランド、でかいね <laughs>、うん。めっちゃでかいねほ、うんま。もうユニフォームパツパツやね <laughs> <laughs> まん、あ。もう8切れ、8切れんばかりの、なんか、ユニフォーム、悲鳴上げてるやんみたいな。<laughs> うん <laughs> ムチムチボディやねんけどさ。<laughs> そんなエテラに倒してさ。うん、ショートパスとかパスつなげる選手下げてでっかい選手入れてさ。ロングボール蹴り出すという謎の戦法に出てさ。これ手入らんわと思って <laughs> で。PK までも作れ込んで。俺はもう PK 見てられへんねんな。わ、うん、かるえ ?PK 戦。わかんない。<laughs> PK 蹴ったことあるないよ。ないんや小学校でもあったやる PK。PK そこまでなくないまああんまないけどトーナメントの試合とかじゃなかったら小学生とかでも。あんまりなくない ?PK。PK の緊張か知らんねえじゃん,ないない、うん。ない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 な。あれさ、ほんまにゴールちっちゃい感じねんな。9メ、えートルぐらいかもしれんけど、小学生は。うんうん あれおトランプさんの名前だっけな遊びで PK はあるけど、先生はないな。ないなあー、うん、だから、俺、中学ああ最後の大会、PK で負けてんねん。うん、その時俺、怪我してたから、外で見ててんけど。あ,あよかった。<laughs> よかったやん。あ <laughs>、はあ、よかったと思って。でも,も、10月ぐらいからもう正直引退したいなと思ってたから。<laughs> もういいっすってなってたからあれやけど、うんうん、でも一番最初小4の時かな小5か、うん、なんか強いチームとギリギリ引き分けて PK みたいになって、うん、もうバクバクよ、うん、<laughs> う変な変な足ずっと出てもう決めんねんけど <laughs>、うん、う女子みたいに両手ギュッとやって胸の前で <laughs>

いや、キーーやだからまあ、ジーパー逆になんていうん、割り切れるねん。うんもうどうせ止められへんがさっき来てるから。うん、まあ、いろいろ駆け引きあんねん、ね、で、蹴るタイミングずらさしたりみたいな。たみまあ、あ,あ,あるけどね。あるけど。うん、ま次サッカーベストフォーやから。次勝ったら、メダルもう決勝やから。うん、スペインと。うん、いや、必要ない。<laughs> もう今残ってんのはスペイン、ブラジル、メキシコ、日本や。いや、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 いや。 あ、でも、でも、でもね、強いって。<laughs> まあ、メキシコは予選リーグで勝ったから。うん、ブラジルやん。まあ、勝っても、多分決勝ブラジルやけど、だから。うん。うん、ブラジルは強いよ。<laughs> いオリンピック、サッカーって、ね、なんか、ちゃう、ちゃう意味があるんだよね。でもまあ、二十四歳以下とかあるからな。なんかな。あれ、フィファ公認の大会ちゃうねんな。うん。 だから、いろいろあって、あのーまあ、言ったらさ、基本ま、あの選手ってさ、うん、例えば、えーまあ、ガンバ、大阪とか、うん、まあ海外やったらバルセロナとか、うん、に所,所,所属してるやん、基本は。うん、で、代表ってなると、そこから呼ぶのよ、うんで。FIFA 公認、FIFA の大会、例えばワールドカップとかやったり、うん、前やってたヨーロッパの大会のユーロとかやったら、うん あれ,はいやね、あれ言うわかまあフィ FIFA は、まあ、ワールドカップとかやったら、うん、招集の拒否権ないのよ、うん、だから招集されたらクラブは拒否できんくて、うん、絶対その選手生かせなあかんとんでも今回のまあ、うん、オリンピックとかはその公認じゃないから拒否できんのよね、うん、チームが、うん、だからドイツとかフランスとか、うん、選手呼ばれへんかって <laughs> <laughs> あそうな マジフランスとか3軍ぐらいできたからな <laughs>。ああ、マジか、うん。そうやね。やる意味ないよな、まあ。あんまりないけど、まあでも、それでも強いとか強いし、ブラジルとかはちゃんと呼んできたし、スペインとかは。うんうん、まあまあ、あ,あ、国のあれによるんちゃう。まあ、多分ブラジルは連覇かかってるからちゃんと呼んだけど。ううん。うーんワールドカップだけでいいよな。 俺も正直それは思ってるけど、まあ見出したらおもろいやな、みたいな。もうまあまあサッカーおもろいけどね。見出したらおもろいなと思って見てるけど。うん、うん。って言ってる間にさ、はいはいはい。また緊急事態宣言出んのよ。出せ、うん、やな。ね、出てんじゃん。<laughs> 明日から。あ、そうなんやだから月。この投稿されてるところ、時には出てる。そろ<う>てるて。です。<laughs> お疲れ様です。日に日に増えてても。 4000人とか、まあ、東京やけど4000人とかなっても驚かんくなったもんな。なんか合計1万やろ。うん。いいって、なんかニュースあったで。毎日当たる宝くじさ。うん。1万人が。うん。ま、この、ま例え前もしたけど、1万人やったらより当たる気するもんな。うん、<laughs> お前まやな。うん。でも俺、不思議と周りはコロナなってないよ。 俺もないない。ないえ、お前なんか言ってなかった会社に。一人ね、怪しかったんけど、別にコロナじゃなかったんで、性だったあー、なるほどね。うん。でも東京でさ、まあ、芸能人の人がもう相次いでるやん。いや、芸能人はアホなんじゃん。かロでも、飲み会とかさ、コロナとか。でも、ワクチン、まあ、ワクチンって多分、かからへんってわけじゃないんやろうけど。でも収録とかあるやん。 まあなあ、テレビだったらしゃべ目やでん,んで。コロナって2回, 2> 2回目かかるんやで、うん、1>, 1月にかかって、あの人を見たら、うんうんで、で、今回8月ぐらいにかかってるから、4月か。うん、半年に1回スパンでかかんねんやと思。思 <laughs> や、言うてたなあれなんじゃないその日常生活が何がやってんか知らんけど。なんかでもあんまあん遊んでるように見えへんけど、あの人。<laughs> 遊んでも、周りがあれじゃない。いや、手越しがかかったらめっちゃ納得するやん。うん。<laughs> 手越しとか誰やろな。誰やろ。やろジャニーズ、まあ、とかがかかったらうん。まあ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 。なんやろ。うん、そんな驚きがないというか。まあね。うん。いやー。あだけど、そう、俺から。 うんうん、ね、うん、<laughs> やめてほしいよね。<laughs> <laughs> まあねワクチン打っても熱出るとか言うやん。これ結局実質コロナかかったのと一緒なんじゃん <laughs>。ワクチン打って普通あれ2回目やろ、出るんは。症状でも1回目とかでも出,てる出,る出たりするらしい。出る人も出るやろうけど、1で 1> 1今日2回目に出させてくれよ。出たんん だからん俺もその辺あんまり見てないから。ワクチン2回目からやる、確か。寝るの。そう。うん、ワクチンね。モル売ってないけどねううどてない。でもまだ順番来てない。10月とか言ってた。俺あのー、やっぱ、っぱ田舎やから、やっぱ、ワクチンの,あの接種の、あれは招待正体目で来るねんな。ああ、受けたらいいやん。でもね、別に、周りいないし、別にどこら関係ないから。1回目は別にあれないよ。別にそうでもないよ。 2回,2回目別に2回受けたら会社休めるやん <laughs> 1回目予約してその日やって3週間目にあ<ー>もう絶対もうそこに3週間後なやね確か2回目が決まってるらしいわへえー、そうなんや、うん、そうそうそうへえー、なんかそれは知らんかったな普通に1回目は別に自分が予約してやるねんで、うん、その日受けますっていうのはあんまり調べてないねんな俺 <laughs> まだまだ先やと思ってたから。いや、<ら>なんかみんな周りね、意外に受けてるんよ、うん、ワクチンは。怖いっちゃ怖いもん、あんだけニュースでやられたら、なんか不安感だけ煽おられるや、<に>まあ、ほんまのこと言ってるんやろうけど。別にやって、そんなんや、まあ。いや、俺、俺も俺、俺コロナなんてそんなもんやって。<laughs> かな、まあまあ。俺は、俺はそう思ってる。別にどうでもいい。でも20歳、20代の方が重症化するんのやろ、今。今俺コロナ打ってないからなんか,なんか知らんけど。 高齢者の方が重症化するからさっき一応高齢者を打ちましょうっていうことなんやろうんあなた。あなたがあれやって、コロナになったら、俺受けるわ。<laughs> ぐらいのレベルやで、ね。まあまあまあ、ちょっとわかるわ、でもその気持ちは。<laughs> <laughs> あなた遅くなった今、アホかって言おうと思ったけど、わかるわ、正直それは。なったらいい、いなったらいいけどね。まあだから、出歩いたりせえへんわ、外に。うん 別に飲みやるかなかあなたがなったら思うあ。まあだから平等ってなんかない <laughs> 平等ってないなと思うけどやっぱりさ、うん、毎日仕事終わり飲みに行ってみたいなのが楽しみな人がおるやん。うん、だからまあそれを楽しみに生きてる人もおるやろうから、うん、あのまあ俺らはさ、うん、別にそんなんなくても大丈夫な人やから別になんて言う夜、うん、まあだから外 で酒類が提供停止されようがうんどうでもいいわなあ,あれっす、どうでもいいけどそらそこが楽しみないとはまずきついやろうなってまあねうん、うん、今日からネットありませんって言われるのもんやろ多分俺らがそうね別に <laughs>、うん、我慢できるわなまあそれで死にあの病気かかりますって言われたら我慢する <laughs> 我慢するんかな。わからる。多分するやろする。何奪われたらきついやろでも、多分抜け道を探してそう。ああ、まあ,なあ、な探すやろな。うん、何かしら、な、何かできるやろっていうやつは、探そう。うん、まあ、それ探そうとした結果、なんか、クラスターとか起きてたりとかするんやる。うん、そ,うそうそう、多分それやろ。それに働いてて、クラスターはしょうがないと思うけど。うん。そういうのあるよな。あるな。ああ。 オリンピックとコロナの両立は難しいの <laughs>。でもオリンピックする意味が分かってないけどね、まあ、今,今でも、ね。分かるわ、でもそれやね。なんかケチつきすぎてさ、うん、始まる前に。うん、なんか開会式のあれでもことことあったやん。うん、で俺結構ラーメンズ好きやからさ、うんあの。普通にコントとか見てんのよ。うん、からなんか、まあまあいい。ね何 二十何年前の情報持ってくんのやったんですけどね。そうやねんな。べうん。ばつそれに持ってん。いや、あかんよ。あかんことやけど。で、多分、うん、俺らは、うん、そこまで、その、ユダヤとかの歴史に対して学校でめっちゃ習ったってわけじゃないから。そうね。うん。いや、ちらっとあったんは、俺、覚えてん、俺なんか、その学校で習った差別問題は、うん、ア,イアイヌ民族やったんあ,あったね。うん。 アイヌ民族の差別みたいなのがあって、うん差別、こういう差別だめですよみたいな授業はあったん覚えてんねんけど、うん、道徳の授業とかで、うんうんあ。でも、ユダヤ人ってやっぱり関わることもまあないやん、普通。まあね、日本に行ってたら。だ、うん、から、こんな危ない橋渡る、俺ら。いいか、まあ、いいか聞いてない、聞いてないだろう。うんだから <laughs> 後々これが20年後くらいに掘り起こされる <laughs> <も> <laughs> ラーメンズなんねんな <laughs> 2> 第2のラーメンズなれるんやったらうしいけど <laughs> でもでも普通さ、でもその先行する前にさ軽く調査するわけじゃんうん、そうやねなんいじめのあれもあったやん、うん、そうそうあったねなんか音楽の,の情報がよっちゃいじめやったっけうんいや、ああれラーシーも多分、ね、あれの方が俺らあかんと思うよそうやねあかんって、うん、あかんけどいやでも あかんっていうやつ、言ってるやつにも多分ね、いると思う、いじめてるやつなんて、過去に。まあまあまあね。がい、多分言ってると思うよ、よ別に。だから、か過去もいいし、まあだから、当事者の問題であってさ。そう。周りが言うことじゃないやん。まあ、まあ、<う>でも今回、<う>オリンピックってのがややこしいな。だから、まあ先行する面で調査するべきだったんですよね。平和の祭典ってのがややこしいやん、また。うん。オリンピックって基本そうやん。そう。なんか、 まあ保衛権とかいろいろあってビジネスの面がすごい強いイメージがあるけど、<laughs> でも本来は平和の最低やん。ちょ、ちょっと待って。<laughs> 真面目すぎんか、今日は。<laughs> <laughs> まあまあ、だからそれになんかな。うん、まあまあ、だからもうちょいち,ょちゃんとせえよっては思ったけど。<laughs> ま,あね、まあまあ、そうねで、結局、開会式芸文学ばかばかしてたんやろ。FF、うん、とか。 ドラゴンクエストとか。まあまあいいんじゃないそれも日本,日本の人って。日本っぽくでやろうけど。うんうん、まあまあまあ、とりあえず、<laughs> こんぐらいかな。<laughs> 10分経ちました。<laughs> いろいろな会話用に聞き回しました。そう。じゃあ、以上です。<laughs> <laughs> 三,日三日、まあ開とされあンン開催されてるからさ、うん、あ,のあエンディングです、はい、<laughs> 開催されてるから、まあエンディングです開催されてるからいけるかなと思ったけど、はい、まさか社会風刺になるとは、まあ、風刺ってことじゃないか <laughs> いやまあ軽く拾ってるどうやろうなーでもなーうん俺だから なんやろまあ言った人やったり、うん、あのその差別発言言った人やったりまだこの話すんねや差別発言言った人やったりいじめた人悪いけど、うん、なんかまあまあそれも変えられへんや過去の話やん、うん、言うても過去やけどまあ変えられへんし、うん、まあ平和の祭典的にまずいのがわかるけど、うん、やしっ しっっかり調べろよって,って,て周りたと君もそれもいじめやけどな言うてだから当事者、まあ、特に被害者が言うんやったらええよ特に当事者の方なんか覚えてないと思うしな賞味、ね、23年前の方は、うん、ホロコーストの方は覚えてないと思う、うん、まあいじめはなんとなく覚えてるかもしれんけど、うんまあ、まああれインタビューで言ってたんがまずかったなでも <laughs> 過去に言ってたんやなでもそれはそれも過去やけど、うん 生きてた部分あるんじゃん。あるかなまあ生きるやろう、ね。俺らの年代ってことでしょ言ったら。まあね。生きてたんやないその人も言って。あね。俺こんないじみしてました、うん、みたいな。いじみしてましたっていうかなんか軽くこのやつ,このやつでしたっつって。あ、まあ、でまあ多分け、なんか結構末端な雑誌やったもんな。な、うん、うん。まあまあ。 ある話か <laughs> いやまあ、まあ、胸クは悪いけど <laughs> いけんけど、いじめたらあかんけどまあね、まあ、過去の栄光に縋ってたんじゃない次回はいじめの話しますかじゃあ <laughs> めちゃくちゃブラックになりますけど <laughs> すブラックジョークってむずいよね。多分。うん2人ともブラックジョークのつもりやったやろうしまあね そこを受け入れられるかどうかは人の精神状態にもよるくしな。あと時代やと思うでそれは時代もあるな。今の時代ではあかんと思うけど、その恥ましたって言ってたわ。もう、まあ、多分炎上されると思うけど。やなそう昭和やろ多分。うーん。オッケーなんじゃないの？<laughs> 昭和な？な <laughs> 昭和。うん。昭和わからんな。昭和の人怖いもん。<laughs> 怖い。はい。そのうち令和の人怖いって言ってるよ。俺らも。<laughs> そう、お前な。うん、はい、てなわけで。次回は一周年やね。五年。五十回。なんかちょうど二週、収録飛ばしてるから、一年の間に二週。そうね。あの、五十という切りのやれで。うん、いい、感じですよ。<laughs> また新しい一年迎えますけど。はい。まあ。まあでも、普通か、来週も。めっちゃちゃんと進めましょうか。あ,あの。 何するでも <laughs> 特に話題問もん何もないですけど。そうやなま、あのー、一覧見ながら何喋ったか見な、ね、何喋ったかあれやけど、タイトルサムネ見ながらやるかも。50回まとめるの俺嫌なんで。あ,あ、そうですね。それろうにしましょう。はい、じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。